皆さん、こんにちは。今回は、そのまま口に出すのをはばかられるような名称なのですが、もう宇宙戦争のシリーズ映画こと、スターウォーズの異星人種族を追加するモッドについてです。制作者は、ラディカルクローン氏という方で、もう宇宙戦争シリーズ映画の武器や防具などのモッドを数々リリースしていたり、スターフィールド本編では動くことのないメックという巨大な機械兵を敵 NPC として特定の拠点に配置しているモッドをリリースしている人です。今回のトピックとなる、スターウォーズ、エイリアンズというモッドを導入すると、ランダムで街行く通行人 NPC がスターウォーズで見られる異星人になったり、敵拠点にいるクリムゾンフリートやエクリプテックが異星人になったりします。これだけでも結構、バニラの街の雰囲気や、敵拠点での戦闘が変わるのですが、さらにマイキャラとして、モッドに入っている異星人でスタフィー世界をプレイできるので、そのうち CK がリリースされて、エンドアであったり、帝国軍のデススターなど、今よりももっとスターウォーズ関連のロケーションであったり、クエストが増えると、スタフィー発売前に描いていたスターウォーズ、ロールプレイができるようになると思います。マイキャラで異星人を使う際の優位点としては、顔の形状がトカゲであったり、ケロケロカエルのような爬虫類系の異星人の場合、基本はニューゲーム、あるいはニューゲームプラスでしか、選択できないです。あるいは、あえてニューゲームでの選択をおすすめするというか、理由は単純で、爬虫類系異星人の場合、種族のようなものがバイオメトリクスとして設定されているからです。PC 版の場合は、コンソールコマンドが使えるので、ショールックスメニュープレイヤー1を使うことにより、バイオメトリクス、バックグラウンド、トレートなどニューゲームと同様のキャラクリ再編集ができるので、それにより爬虫類系の異星人がプレイ可能となります。もっとも、ショールックスメニューでの変更は、バックグラウンドやトレートも再度変更できる一方で、なんだかセーブデータ破損に影響しそうなので、あまりおすすめできないところがあります。キャラクリの話に戻ると、爬虫類系キャラでも髪の毛やヒゲの選択が可能ではあるものの、顔の形状ゆえに、正しい場所に毛が生えてくるわけではないので、少しだけ注意が必要です。スキンカラーも、バイオメトリクスからの選択となり、フェイスモーフ編集でのスキンカラー変更はできないようです。爬虫類系異星人以外のヒューマノイドタイプというか、鼻から口周りが人間である異星人の場合は、異星人である部分が髪型とスキンカラーだけなので、既存のキャラであっても、街にあるエンハンスで異星人キャラに変更可能です。ヒューマノイド系は、種族変更というよりは、髪型とスキンカラーを変更することで、異星人もどきにする感じです。それもあり、爬虫類系キャラであると、体型毛布などができない一方で、ヒューマノイド系キャラは、細い体型から太い体型まで毛布可能です。顔部分のデータはバニラのものと同じなので、眉毛であったり、目の形状なども毛布対応しています。プラグインのデータは、X エディットでチェックしてみると、ダークエディットのない、とても綺麗で丁寧な作りのモッドなのですが、爬虫類系キャラに関しては、イカセン、顔部分や腕周りの形状がバニラのヒューマノイドとは異なるため、私のように防具系モッドなどを多数導入している環境であると、透明になってしまったり、頭の頭頂部が頭防具から飛び出てしまうようです。対処方法などあるようですが、CK が来れば、キャラクターデータの詳細などがさらに明らかになり、もっともバージョンアップにより改善や最適化がなされると思うので、その時に正式導入という形でもいいかもしれません。
実際、探索できる場所の中に惑星エンドアであったり、デススターといった、スターウォーズで出てくるようなロケーションがないと、どんなに麻生かたののロールプレイを試みようが、舞台となるロケーションが特に面白い場所も何もないスタフィーなので、限界がある感じです。ともあれ、モッドオーガナイザーにある、特定モッドの組み合わせをプリセットとして保存して書き出したりできる機能を使って、スクショ向けなどにスターウォーズ環境を構築しておくのもありかもしれません。今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。